オラは茨城に住む長っぴ。今日は鮭とキノコのぶち込み飯を作ってくんだがな。まずキノコぶち込んで、本日メインディッシュ鮭をぶち込み。まあいっぱいやれよ、ちょうだい。ということで、鮭をぶち込んでやって、昆布の出汁をもこみち。ほんで、ね、昆布出汁もこみ。はい、アルペンザンスでいってらっしゃい。ほんで、炊き込むところの14分。いい感じになったかな。オープンザプライス。あら不思議。キノコと玄米の鮭隠し。めいちゃーん、あ、鮭ちゃーん、どこーって捜索したところの下から出てきた鮭隠し。猫バスもびっくり。あ、ほんで食べていくんだけど、しゃぶこいていきやす。あ、うまっぺ。ほんでちょっと片っぺだから、茶漬けっぺでうまっぺそう、うまっぺでござんした。最後に卵をもこみちして、いい感じのおずやにしていただいたら、あ、体によかっぺ、うまっぺ、シャンシャン、シャンシャン言うと。